富士フイルムですね、私はこの、ファインピックス F100FD を商品企画させていただきました。このカメラはですね、オートで綺麗に撮れる最高峰のコンパクトカメラと、自負しております。実はですね、私もこのカメラ自分でキャプチを着ながら発売が待ち遠しくてですね、出てすぐにこの黒を買いました。このカメラはですね、12メガという高画素の上にですね、広角の5倍、28ミリから140ミリまでカメラ1台でカバーしていてですね、それだけでもあの最強のスペックだと考えております。さらにですね、あの富士フイルムならではのこの高感度、それからですね、今回ワイダーミャックレンジもあってですね、例えば、室内なんかでは高感度で、綺麗に撮れますし、28ミリなんかを使いますとですね、外なんかで景色を撮ったり、あの子供とアウターを撮ったり、そういう時でも、ね、きっちり撮ることができます。子供なんか撮るときはですね、360度顔検出、どんな方向の、顔でもね、このカメラは検出してくれますんでですね、子供の自然に遊んでる表情を、ね、撮ることができるんですね。それから、まあ、宇宙かアウトドアなんか行くんですけども、本当に外なんかでですね、明るいところから暗いところまできっちり撮り切ってくれます。やっぱりですね、後で写真見たときにですね、青空、それから青空に浮かんでるコマなんかが、これ白飛びしないできっちり撮るとですね、この当時の楽しかったような情景がね、蘇ってきてですね、本当にいいカメラだと思います。ファインピックス F100FD、自信作です。ぜひよろしくお願いいたします。